こんにちは、害虫防除技術研究所です。今日は蚊のチェックポイント71の41から44ですね、ポイント41と42。ポイント41、蚊は自分の体重ほどの血かっこおよそ 2mg を吸う。体重の2倍量の血を吸う蚊もいる。まあ人間、まあ60キロの人がいたら60キロの血を吸うとかいうのはまあ全く考えにくい。60キロの肉を食べるというのは考えにくいんですけども、蚊は血を吸って自分の体重と同じぐらいの血を吸うことがあります。で、まあ多い時であると2倍、体重の2倍吸う時もあるということですね。ポイント42、ヒトスイシマカは卵から成虫までおよそ2週間、気温が高いなど条件が良いと7日ほどのこともある。容器の水溜りを空にしても、その間に雨が降って7日以上忘れていると産卵されて成虫になり、蚊を増やしてしまっていたということがある。かなりこの温度条件とか栄養条件に左右されますので、時間がかかることもあるし、早いと7日ほどのこともあります。一度容器の水溜り空にしてよかったと思ってても、雨が降って気温が高いですとそれ忘れていると、またその産卵されていつの間にか幼虫が育って、もう成虫になってしまっていたということがあります。ですから気温が高くて降水量がある、そういう蚊にとって生育が早い条件では、まあ、頻繁にそういう水たまりについてはチェックする必要があるということですね。はい、ポイント43と44です。ポイント43、体温が低い人、冷え性の人は蚊に刺されにくい。実験してみると、その皮膚の温度が高いほど蚊に刺されやすいという傾向はあります。ただし他にも二酸化炭素とか水分とか汗とかそういった条件もありますので、体温が低い人は刺されにくい傾向はありますけれども、まあ、そう決めつけられるものでもない。ただし、まあ、いろんな人に聞くと、あんまり蚊に刺されないという人は、まあ、冷え性であったり体温が低めですよという人が、まあ、多いことは多いですね。ポイント44、太っている人は蚊に刺されやすい。これも体脂肪量が多い人ほど蚊に刺されやすいという、そういう結果があります。ただし、まあ、他にも要因があります。その体脂肪が多いほど、その表面積が多くて、その蚊にとって、まあ、その表面積多い表面積が水や熱の対流が出ているという、蚊にとって感じやすいことになっている可能性はありますけれども、まあ、他にも要因がありますから、まあ、一概には言えないということです。